はい、こんにちは、マリアです。今日は最近海外セレブが使って話題になってる CBD オイルについてお話ししたいと思います。で、 CBD って最近なんか聞いたことあるけどあんまりよく知らないなって方にも CBD って何かっていうのを説明していきます。でさらに今回 CBD 商品を取り扱ってるネイチャーカンっていうところから商品提供していただいて、これをちょっと後でまた紹介させていただきます。で、健康オタクでもある私が最近ずっと気になってたんですけど、この CBD っていうのが、なんでかっていうと、最近足悪くしたっていうのとか、あと山では筋肉痛ね、ほぼほぼならないんですけど、筋トレジムにしに行った後だいたい足トレ 3,4 日筋肉痛続くので、で筋肉痛とかにも効果があるっていうので、それ以外にも、不安症とかストレスとか、あと睡眠生理痛とかいろんな効果があるんですけど、それについても後でまたお話ししていきます。そう、ちょっとどれくらい効くのかなっていうのも一回使ってみたくって、今回、商品と一緒に CBD って何ぞやっていうのをお話ししていこうかなと思います。で、まず CBD って聞いたことありますか？で、 CBD っていうのは大麻草から取れる化合物のことを言うんですけど、今大麻草って聞いて危なくないみたいな思った人いると思うんですけど、でこの化合物っていうのがカンナビジオールっていう成分で、医療用大麻の合法成分として知られています。アメリカを中心に話題になっていて、結構日本でも使う人がだんだん増えてきているんですけども、で以前私がミルクのアーモンドミルクの紹介動画でもちょこっとヘンプミルクっていうのもありますよっていうので紹介したのが、大麻草のある成分を使ったミルクなんですけど、そういったいろいろ食品とか、コスメとかいろんなものにもこの大麻草のこの成分っていうのが使われています。必須脂肪酸っていうのをたくさん含んでるので、スーパーフードとしてもいろいろ使われていたりもします。大麻草、マリファナって聞いただけでもう日本で言うともうやばいイメージですよね。もうドラッグみたいな、非合法っていうイメージだと思うんですけど、この非合法って言われるこのいわゆるハイになるような成分っていうのは今 CBD とは全く違うものになります。このハイになる成分っていうのはテトラヒドロカンナビノールって言います。でこれは CBD とは違った成分になるので、これが入ってると日本だと非合法になるんですけど、規制されてる成分になる、これとは違った成分の CBD について説明していきます。で CBD の効果について説明する前に、人間の体に備わってる身体調節機能っていうのをちょっと説明していきます。人間の生きていく上で必要な身体を調節する機能っていうのがあるんですけど、これを ECS エンドカンナミノイドシステムっていうものがあります。この調整機能っていうのが、食欲だったり、痛み、免疫調整、感情抑制、運動機能、発達と老化、神経保護、認知と記憶などの機能を持っていて、細胞同士のこのコミュニケーションを支えているものです。で最近の研究ではこの調整機能っていうのが、ストレスだったり老化によって弱まってくると、その影響で様々な疾患っていうのが起こるっていうことが明らかになってきました。でこの CBD オイルっていうのはこの調整機能と相互作用していくんですね。食欲、睡眠、痛みとか認知機能っていうのが起こるそのプロセスっていうのに働きかけて、それを調節する機能っていうのがこの CBD オイルっていうのが役立つんですね。で体内カンナビノイドっていうのがあって、神経細胞上に多いカンナビノイド受容体 CB1 っていうのがあって、あとは免疫細胞上に多い受容体 CB2 っていうのがあるんですけど、これが全身にいろんなところに分布していて、でこの CBD オイル取るとこの結合するこの2つの CB1 と CB2 とこの CBD オイルがと、またあと体内にあるカンナビノイドとかがこの受容体と結合することによって、身体的とか、精神的機能のサポートをするっていう感じですね。なんで足りないものをこれで CBD を体に入れて補うっていう感じです。で、具体的にどんな人におすすめかっていうと、ストレス、不安、緊張とかを和らげたい、あと全然最近眠れないなとか睡眠障害がちょっとあるかもしれないなっていう方、あと生理痛ひどかったりとか、さっき言った筋肉痛とかにと体の痛みとか、炎症とか疲労とか、でお肌の調子とか、炎症作用を抑える機能とかもあるので、身体の不調を調節する機能っていうのがあるので、こういったものにいろいろちょっとどっか当てはまるなっていうので何かしら試したいなっていう方はちょっとおすすめかもしれないですね。私はこの疲労回復と筋肉痛とか、ちょっと痛み、膝の痛みがこれで取れるかどうかわかんないですけど、試す価値はあるかなと思って、
まあ、あと CBD の安全性ね、まあ、大麻草って聞いてすごい危ないイメージがあると思うんですけど、 CBD この CBD あのそのハイになる成分ってさっき言った THC っていうテトラヒドカンナミノールっていうまた別の成分になるので、それはもう一切入ってないんですね CBD に。これを飲んだことで、まあ、頭ふわふわしたりとかハイになったりとかはないのでご安心ください。でも今回それで紹介したいのがこのネイチャー缶の CBD オイル。で今回なぜこれを紹介するかっていうと、アメリカの CBD オイルの商品とかって結構さっき言った THC ってこのハイになる成分が微量ですが入ってるものがあるんですね。日本ではこれもう少しでも入ってたらもうアウトなので、ネイチャー缶の商品だとこれがもう一切入ってない CBD だけのオイルになります。 CBD だけっていうかその THC が全く入ってない商品です。でしかもあの他のとこだとその CBD の含有量っていうのがあんまり選べなくって、これ 40% 私が頼んだのが 40% なんですけど、一応ネイチャー缶だとこれが40、20、15、15かなと含有量選べるようになってて、で一応これがあの一滴ネイチャー缶だと一滴に 16mg の、ちょっと猫がうるさいな、一滴で 16mg の CBD が入ってるんですけど、でこれあんまり取りすぎると良くなくって、ネイチャー缶だと 70mg1 日、まあ、最大でこれくらいっていうのがあって、まあ、自分に合わせてどれくらい取ったらいいかっていうのをネイチャー缶のこのホームページを見ることできるんですけど、一応副作用っていうのが取りすぎると、まあ、吐き気と嘔吐、口が乾いたりとか眠気、食欲の変化、気分の変化、不安、めまい、下痢とかが副作用であるかもしれないって言われてるので、一気に取りすぎると良くないので最初は、ちょっと心配だっていう方は最初って言ってたあの 5%、10% から試して、大丈夫そうだったらどんどん増やしていくとかもいいんですけど、私はめんどくさいので一気にもう 40% から最初1滴ずつから始めようかなと思って、特にまだ飲んでみて2日なんですけど、まあ、特に何の副作用もないのでこのまま飲んでみようかなって感じなんですけど、まあね、何でも取りすぎると体には良くないと思うので、まあ、どれくらい取ったらいいかっていうのが、まあ、一番最初ちょっと少なめから始めて特に副作用なければ上げていくっていう感じでいいと思います。一応 CBD 飲むにあたって、注意するのは肝酵素レベルを上げる可能性があるので、まあ、肝臓の疾患とかある人お医者さんと相談して飲んだ方がいいと思います。まあ、妊婦さんと授乳中の方は、まあ、リスク、まあ、潜在的なリスクがどこまであるか分かんないからあのやめといた方がいいよっていうふうにはサイトに書いてあります。一応このネイチャー缶の、CBD はあの厚生労働省の認可とかも下りてるので本当にちゃんとした成分でこの THC が入ってないものになってます。ちょっとねまだ飲み始めて2日なんでね、どこまでこの効くのかがまだ分かんないので、まあ、後々ちょっとまあ、山登りながらどれくらい良くなったかなっていうのも話したいなと思います。でねこれ結構高いんですよね CBD がまあなんでかっていうとその言ってた THC を取り除くのに何回もテスト 6段階ぐらいテストがあるんですよね。その不純物を取り除いて、THC を全部抜いた状態でこの CBD の純度を保ってでこの6段階ぐらいテストをしてっていうのを、まあ、認証コストとかがすごいかかってて結構高いんですけど、まあ、添加物とかあの化合物あの人工化合物とか一切入ってなくって、しかも、まあ、いろんな効果があるっていうことでちょっと一回試したいなと思って私はこれをちょっと使おうかなと思うんですけど、でこれが飲む用のやつですね。でこの 40% で 16mg なのかな。5% だともっと薄くなるので結構何滴も飲む感じになるんで、それだったらサラダとかにかけてもいいかなと思うんですけど、これ多分1日4滴が限度だったかな。なんでこういう感じで、こう垂らして結構いい香りがすごいね。こんだけ 40% で濃度濃いとちょっと葉っぱっぽい匂いがするんですけど、でこういうのとか、あとはちょっとボディーローションですね。ラベンダーの香りなんで本当にいい香りするんですけど、まあ、私はお風呂出た後とかにこう体に塗って使ったりとか、足マッサージするのに使ったりとか、めっちゃいい匂い、ラベンダーの香り本当好きなんですよね。まあ、ラベンダーリラックス効果とかもあるのでこれもらったんですけど、
ちょっとこれまだね飲んで2日なんであんま分かんないんですけど、これの効果をちょっと期待して、他の、まあ、登山以外の動画を見てる方は私が健康オタクっていうのを知ってるかもしれないんですけど、ちょっとね今回本当に試したくって、これを聞くといいなーし、聞くといいな、どうだろうなで今回はこうね商品のね紹介と、まあ、CBD ってこんなんあるんやなぐらいに思っていただけたらいいかなと思います。で気になった方は概要欄に URL 載せておくのと、マリア登山マリア103っていうクーポンコードがあるので、それ入れていただくと 15% オフになります。でさらに今24日から31日まで、半額セールとかもやってるので、もしちょっと気になるんだったらこの機会に買うとだいぶお安く手に入るので、心配な方はちょっと、まあ、低い濃度から挑戦してみてもいいかなと思います。で今日はこんな感じで、あの商品と新しい健康食品の紹介だったんですけど、まだ山の動画も載せていくのでよかったら見てみてください。はい、ありがとうございます。ではまた。